内閣情報調査室、内閣情報調査室、内閣情報調査室、キャビネットインテリジェンスリサーチオフィスは、内閣官房の内部組織の一つ、情報機関。略称は内調、白、サイロ。内閣情報調査室は、内閣の重要政策に関する情報の収集及び、分析その他の調査に関する事務。 各行政機関の行う情報の収集及び分析、その他の調査であって、内閣の重要政策に係る者の,の連絡調整に、する事務を含む。おつかさどる、内閣官房組織令、昭和32年7月31日政令、第219号第4条組織で、内閣官房に属する情報機関である。定員数は415名、内閣情報調査室194名、 内閣衛生情報センター221名2018年平成30年4月1日現在所在地は内閣府庁舎6階日本政府の情報機関を代表する取りまとめの役割で最高位の内閣情報官は指定職8号の事務次官級で内外の得意情報の分析を内閣総理大臣に直接報告している原則的に定例報告は 1> 週1回、各20から30分程度行われる。情報収集の手段別では、資銀と通信情報は、情報本部が国内の情報や防具用に関わる休眠と、人的情報は、公安調査庁や公安計がそれぞれ主に担っており、内庁は、内閣の重要政策に関する国内外の政治や、経済、テロなどの治安に関しをしんと、公開情報、 ヒューミントを中心に担っている。2013年にヒューミント専門部署のうち調設地が政府内で検討された。内庁の下部組織の内閣衛生情報センターは情報収集衛星から移民と画像情報の収集及び分析を行っている。内庁はアメリカ合衆国中央情報局 CIA イギリス秘密情報部 SIS などの外国政府の情報機関との 公式なカウンターパートとなっており、他に合同情報会議の事務手続きも行っている。そのため、一部報道では、日本版 CIA と称されることもある。日本の国家安全保障に関する司令塔として、国家安全保障会議並びに事務局の国家安全保障局が設立されているが、国家安全保障局が国家安全保障に関する政策提言、立案を行うため、 内庁が必要な情報を国家安全保障局に提供している。この連携のため国家安全保障局の情報班長には内庁出向者が当てられている。安倍晋三政権下では選挙の該当演説におけるいわばご当地ネタの収集などにも当たってきた。残っている報告書の中で2008年より前のものでは1選挙区あたり A4 用紙1枚。 2018年頃では、多い時で30枚にも上ることがある。内庁は、早抜きの職員をはじめとして様々な省庁からの出向者が所属しているが、内閣情報官を筆頭に、警察庁からの出向者が多く、霞ヶ関では、警察庁の出先機関と捉えられている。市銀等を行っていた、情報本部の前身組織の一つである、陸上幕僚幹部長サブ、 第2課別室、調別は、実質的に、内閣情報調査室の株機関で、歴代トップは内庁から出向してきた、警察官僚が占めてを、この経緯から、現在も、情報本部の電波部長は内庁出向者の指定席である。内閣情報調査室のルーツは、総理府に設けられた、内閣総理大臣官房調査室である。調査室設置の背景は、 治安関係者だけでなく、各省各機関バラバラと言って良い内外の情報を一つにまとめて、これを分析、整理する連絡機関事務機関を内閣に置くべきだ、外務省情報局に代わるべき、内閣直属の情報機関が必要とする、吉田茂の意向を受け、戦前に、朝日新聞社副社長や情報局総裁を務め、小形武虎副総理と、元内務官僚で、 国家地方警察本部警備課長の村井淳を中心に日本版 CIA 構想の先駆けとして創設された。吉田はこの調査室を土台として組織の拡張または別組織の立ち上げを行うことで日本のインテリジェンス機能を強化しようと考えており関係各省庁も国警の村井淳が内閣情報室設置に要用々を外務省が 内閣情報局設置計画省、法務府特別審査局が、破壊活動の実態を国民に周知させる、方法等についてをそれぞれ提出するなど、情報機関設置に関して、警察、外務、法務各省がそれぞれ案を提出した。最終的に村井の案が通り、調査員は各省庁から出向させた。1952年、 昭和27年4月9日に総理府内部部局、組織規定、総理府令の一部改正により、内閣審議室の調査部門を独立させて、内閣総理大臣官房調査室が設置された。他に、法務府特別審査局を発展させた、公安調査庁も法務省の外局として、設置されている。同時期に、有末製造や辰美英一などの、旧軍人グループにより、 内閣調査室別班の設立が提唱されて、牧林会が発足し、後に世界整形調査会となっている。しかし、この後調査室が大規模な中央情報機関となることはなかった。原因の一つは、当時の世論である。小形は内庁を、世界中の情報をすべてキャッチできるセンターにするという構想を持ってたが、 これに対して、読売新聞を中心とする全国三紙が、内庁の新設は、戦前のマスコミの統制やプロパガンダを担った内閣情報局の復活であるとして、反対運動を展開した。これにより、内閣情報局創設構想は、交代を余儀なくされる。もう一つは、内務官僚と外務官僚の縄張り争いであった。インテリジェンスに、 理解のあった尾形が1956年に死去したことも大きかった。1957年、昭和32年8月1日には、内閣法、法律の一部改正、内閣官房組織令、政令の施行及び総理府本府組織令、政令の一部改正により、内閣総理大臣官房調査室が廃されるとともに、内閣官房の組織として、内閣調査室が設置された。 1955年には国際部に軍事班が設けられ、元海軍中佐の久住忠浦を中心として、ベトナム戦争の推移や沖縄に駐留するアメリカ軍の動向などを観察した。60年安保をきっかけに内調は、論壇の流れをフォローするようになり、安全保障論の育成のために、中村菊を、高坂正隆、若泉隆史、 お谷修二郎ら現実主義的な論客の結集を、助け、論議を普及するなどした。現在でも内庁は、勉強会を数多く行っており、学識経験者や企業を招いて、情勢分析を聞くなどしている。九百七十七年、昭和五十二年一月一日には、内閣調査室組織規則の施行により、内部体制が、総務部門、国内部門、国際部門、 経済部門、資料部門の5部門となる。第一次、中曽根内閣時代には、当時内閣官房長官だった、後藤田正春の決断によりそれまで官房長官に言っていた長官報告が、総理報告に格上げされ、世界的スタンダードである国家最高権力者への直接報告体制が、確立された。 1986年、昭和61年7月1日に、内閣官房組織令の一部改正により、内閣調査室から、現在の内閣情報調査室となる、五部門体制は継承。1995年には、阪神・淡路大震災が発生した。この際、政府の立ち上がりが遅れた教訓から1996年、平成8年5月11日に、 内閣情報調査室組織規則以下規則というの一部改正により内部体制に内閣情報集約センターが加えられた。阪神大震災をきっかけに官邸が自衛隊機を飛ばすなどして積極的に情報収集を行ったり民間との協力体制の確立、マスコミへの情報発信など官邸の情報収集体制や危機管理体制の改革が行われた。 北朝鮮のミサイルや核兵器も重要な課題であった。米朝が核兵器をめぐって対立していた1994年2月に行われた日米首脳会談でアメリカは細川森弘首相、当時に強行策も辞さないとする意思を得た。首相は帰国後直ちに米朝海戦に備えて内朝に北絡みの情報収集を指令。内朝は空爆は最後の手段で、 海上封鎖か、公海上での臨検が主となるだろうという、情勢見通しを行った。北朝鮮工作員による破壊工作に備えて朝鮮戦争時の破壊工作の状況について、研究を行った。近日成死去にあたっては、米国の情報もあって、朝鮮人民軍の動きを把握しており、体制が安定していることを掴んでいる。これらの経験から関係者や国民の間で、 情報収集衛星の需要が徐々に高まった。1998年にテポドン1号が発射されると世論が一気に高まり、1999年、平成11年3月1日に規則の一部改正により、内体制に情報収集衛星導入準備室が設置され、本格的に情報収集衛星の計画がスタートした。1996年、 平成8年、1998年、平成10年の橋本政権で、後藤田正春の発案で、内閣情報局設置法案が用意され、実現一歩手前までこぎつけていた。これは、内閣情報局を創設して、戦前の情報局を復活させることを目指したものだった。二千一年、平成十三年一月六日には、中央省庁再編に伴う、 内閣法及び内閣官房組織令の一部改正により内閣情報調査室長、政令職が廃され内閣情報官、法定職と改められた組織の長の格上げみで組織の名称、内容には変更なし。4月1日には内閣官房組織令及び規則の一部改正により情報収集衛生導入準備室が廃され内部組織として 内閣衛生情報センターが設置される。室内の他の部門、センターが規則に基づく区分故障に過ぎないのに対し、このセンターは規則より一段上の政令で設置された内部組織である。7月1日には規則の一部改正により、資料部門が情報管理部門に解消されたものの、2004年、平成16年4月1日には業務は総務、国内、 国際の三部門に分散承継され、情報管理部門は廃止された。2008年、平成20年4月1日には、規則の一部改正により、内閣情報分析官が新設され、内閣衛生情報センターの管制部が技術部に改編された。政府機関の防御を取り扱う、カウンターインテリジェンスセンターも設置された。 2013年11月13日には同月にフィリピンを襲った台風30号の被害状況を情報収集衛星の画像情報、公開情報等を集約した情報をもとに作成したレーテ島の中心とした黒板番から南約20キロ、東西約15キロの台風被害の被災状況推定地図を NGO などの活動支援のため一般提供を開始した。 2013年、平成25年12月、第2次、安倍内閣で、国家安全保障会議、日本版 NSC が設立され、2014年、平成26年1月、国家安全保障会議の事務局、国家安全保障局が設立された。国家安全保障局は、国家安全保障に関する政策提言、立案を行うため、これに資する情報を得る必要があり、 内庁とのインテリジェンス面での連携強化が必要であり、国家安全保障局の参事官の情報班長には、内庁出向の警察官僚が就任している。内閣総理大臣官房調査室顧問。内閣情報調査室は4部門、2センターで、総務部門、国内部門、国際部門、経済部門、内閣情報集約センター、内閣衛生情報センターを置く。 各部門の長は、歓迎的に、主幹と称される。内閣衛生情報センターを除く4部門、1センターは、内閣情報官と次長両者の管理下に属するが、内閣衛生情報センターは、内閣情報官の管理にのみ属したの部署より1、ランク上で次長とほぼ同格の扱い、自前のセンター所長、センター次長のもとに、内部組織の文化、副センターなどを持ち、 情報収集衛星の管理、分析などを統合的に行っている。他にカウンターインテリジェンス機能を強化するため、内閣情報官をセンター長とするカウンターインテリジェンスセンターを置く。内閣情報官を長に管理職の内閣審議官一人、次長一人、内閣参事官、内閣情報調査室調査官九人、内閣情報分析官六人、他に事務を整理する。 事務官らが業務に従事している。内庁では情報を迅速に伝達するためにか、係性を採用せず、フラットな組織としている。事例上、専任者と他省庁との官職平任者がおり、事局に応じて専門知識を持つ出向者などを柔軟に受け入れるために、職員数は法令で規定しない。業務の内容から、警察官僚の出向者も多い。 2005年、平成17年4月1日時点の所属職員数は平任者を含み、内庁職員として採用された者が約70人、警察庁からの出向派遣者が約40人、公安調査庁から出向派遣者が約20人、防衛庁から出向派遣者が約10人、外務省、総務省、消防庁、海上保安庁、財務省、 経済産業省などから若干なの契約170人と第162回国会の衆議院安全保障委員会で政府参考人が答弁している。内庁に勤務する職員は内部職員と警察庁警備局、公安調査庁、防衛省情報本部、外務省国際情報統括官組織などインテリジェンスコミュニティからの出向者で構成されている。内部職員は 国家公務員一般職、旧通信合格者のうち、旧定大、有名次第等から優秀な人材が、毎年数人規模で内閣事務官として採用され、入室後、人事院の主催する初任者研修を受けた後、各部署に配属され、基本的に OJT によって業務に必要な能力、等を学んでいくことになる。最近では、採用人数が昔より微増していると同時に、 以前より、所管業務が増えたことで組織が大きくなったため、新規採用者は、最初のおおむね数年間は、情報業務を担う、国際部や国内部等ではなく、総務部に配属される、傾向あり。総務部での基礎的業務を終えた後、情報業務に携わる、国際部、国内部、経済部等に、本人の適性を考慮した上で配属され、大学や研究機関での研修。 警察大学校での語学研修、在外交換への出向、他に防衛省等への出向などのキャリアを積みながら、主査あるいは、情報専門官、情報専門官、上席情報専門官、特任情報専門官と昇格するを経て、管理職への道が開かれる。内部職員は、情報収集または、情報分析の専門家として、キャリアパスを想定した採用だが、最近は、 特定秘密保護法を所管するなどの理由で一般行政官庁的業務が増加し近年入庁した若手の内部職員は情報業務の訓練が十分にされておらず情報の専門家が育ちにくいという問題もあるという一方独自採用で国家総合職を取っていないことから他省庁と比べて研修受講などキャリア形成のチャンスは多いようである 加えて、内調プロッパーは、内閣の重要政策に関する情報収集、分析に2年程度で、親元省庁に戻ってしまう出向者と異なり、長く携わることができるため、内閣総理大臣や内閣官房長官等が必要とする、内閣の重要政策に資する情報収集及び、分析のプロフェッショナルとして、日本の政府機関職員の中でも、特殊な立場と言える。 プロッパー職員は国内外の人的情報を収集であるヒューミントに携わるケースオフィサー、公開情報であるオシントや秘密情報に基づいて分析するアナリスト、総務部などでマネジメント業務を行う行政職に対別される。内閣情報調査室は内閣の重要政策に関する情報の収集分析が所管業務であることから 治安維持のための情報収集を目的とする警察や公安調査庁とは収集すべき情報の種類が異なり内閣が重要な政策を遂行する上で必要とされる情報を対象としており国内や国外の情勢により求められる情報が変化する一部報道では内調職員による週刊誌等のマスコミへの頻繁な接触や政治家スキャンダル収集 閣僚候補に対する身体検査、政局の動向や世論の動向の調査が報じられており、他の情報官庁と比して政治色の強い情報の収集を行っている。大規模災害など緊急事態における情報の集約、分析、連絡と体制整備を行う。阪神大震災の際に官邸の情報収集体制が機能しなかった反省から創設された部門で、 元々は国際部にあった国際二部という部門を改組したものである。人員は20名ほどで防衛省、警察庁、消防庁、海上保安庁から出向した職員からなる。組織は緊急時の連絡網を整備するシステム整備班、内外のマスコミの報道をチェックする諸務班、通信社のフラッシュを整理するニュース班からなり、五コパンが ローテーションで常駐して24時間体制で内閣に入る大災害や重大な事故、事件に関する情報を処理している。防衛省、警察庁、消防庁、海上保安庁、気象庁等と直通のホットライン等で結ばれている、国家通信社との専用回線も保有しており、緊急時には自衛隊や警察のヘリコプターを利用してヘリテレを使った情報収集も行う。 実際に緊急事態が発生した場合はすぐに内庁から内閣総理大臣に報告され初動対応体制が整えられる。総理大臣官邸の地下に内閣危機管理センターがあり、初動対応時における内閣の指揮所になる。初動体制が整えられると内閣危機管理センターに内閣危機管理官とこれを補佐する内閣官房副長官保育所用の職員。 旧内閣安全保障、危機管理室が満員に、相当が参集する仕組みとなっている。英省、キャビネットサテライトインテリジェンスセンター、略称チーズ、中央センター、情報分析センターとも呼ばれる。日本国の安全の確保、大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関わる、画像情報の収集を目的とする、情報収集衛星の運用。 情報収集衛星により得られる、画像情報の分析その他の調査に関する事項及び、情報収集衛星以外の人工衛星の利用、その他の手段により得られる、画情報の収集及び分析その他の調査に関する、事項を担当する組織。東京都新宿区市ヶ谷本村町に所在する。定数は219名、2011年7月、現在。 1999年に設けられた情報収集衛星導入準備室を発展して2001年に設置された。2018年6月までに光学衛星6機、光学実証衛星2機、レーダー衛星7機、予備機含むの情報収集衛星を軌道に上げ、光学衛星とレーダー衛星の2組4機で運用するほか、日本スペースイメージング株式会社から、イコノス、 デジタルグローブ社から、クイックバードとワールドビュー1の画像を買い取り、分析して、いた子が判明している。機密の安全を保持するため、プリンターは設置されずインターネット接続機器や、記録媒体などの持ち込みは厳禁で、アメリカの衛星情報を扱うために、アメリカ国家地球空間情報局に倣い、私物はビニールバケツに入れて管理する規則でカバンなどの持ち込みは厳禁である。 衛星情報は各省庁共通の衛星秘密を設けており、安全が確認されない限り機密情報を扱えない。在日ロシア大使館のコンスタンチン・ベラノフ二等書記官らに内庁職員が情報を漏洩した。ベラノフ事件は内閣衛星情報センターの衛星画像が漏洩した。日本国や日本国民の安全に関する情報のうち、 内閣の重要政策に関するものについて、官邸と外交、防衛、治安等の情報を担当する省庁が緊密に連携して情勢を総合的に把握するため、原則として年2回開催される内閣情報会議が設置されている。この内閣情報会議のもとには、合同情報会議、情報収集衛生推進委員会、 情報収集衛生運営委員会が置かれており、内閣情報調査室はこれらの会議の運営を担当している。内閣情報調査室はシンクタンクなどに調査の一部を委託している。中でも世界整形調査会、国際情勢研究会、国民出版協会は幹部に内庁や警察の OB が就任しており、資金もほとんどが内庁から支出されるなど、事実上内庁の 別動体として機能している。これらのシンクタンクは公開情報をもとに海外の情勢や国内メディアの動向を分析する活動を行っている。出典は補助金依存型公益法人、国から交付された補助金等が年間収入の3分の2以上を占める公益法人。出典楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。